どうも、ジオン専用打ち上げ花火。あなたのジムです。今回は、ガンプラをスマホでいじり倒せる夢のアプリ。ガンダムブレイカーモバイル。今作、最大級の最前総会フェス開催。ハロチがセスナに溶ける様。まるで私のようだ。話を戻して、主厳選パーツ紹介。一つ目は、S クアフルドー。パラメータ、タフ要項。正体格好バフ2台注目やで。二つ目は腕。格好、耐久力パラメタ高め。簡易発動の格好、バフとデバフが強威力。三つ目はストフリ頭。車高パラメ要項。車高デバフとショッターアップ特性が永遠。最後は腕。一体型で耐久ゼロというリスキーさ。そのリスクからの鬼攻撃パラメがええねや。特性も CT 短縮とエクデバフで好きなし。他パーツ含め、スケール違いの恩恵がでかい。ちなみに主の打者200連以上回した結果は、お目当てパーツゼロの絶賛地獄絵図。あなたも日頃の行いにご注意あれ。我々が主をせせら笑っていたことはご内密に。